14歳の挑戦は、富山県内の中学2年生13.14歳を対象に、富山県内で行われている職場、体験学習事業の略称である。富山県独自の取り組みで、中学生に職場体験させ、様々な経験を積むことを目的に行われている。1999年度から、富山県内で始まり、現在では、 富山県内85のすべての中学校2年生が参加している。事業所や福祉施設など実際に社会の中で5日間身を置き、その一員として活動する。1日の活動時間は7時間を越さないものとし、5日間合計30時間の労働である。各学校や PTA などが受け入れ事業所を探している。など、 活動期間は原則として5日間だが、学校によっては3日間のところもある。また、事業所が定休日などで休みの場合は、各自の中学校で奉仕活動をする場合がある。活動時期は、学校、市町村によってばらつきがあるが、主に5月から9月までの間である。事業名称は社会に学ぶ14歳の挑戦などと表記されるが、 はりかの用法や、事業の合構築するかどうかについて、外側ばりか付きで、事業構築の例、外側ばり、か二重ばりか事業のすべてが用いられている例、事業が構築され、かつその外側に針かっと、内側二重ばり、か外側ばり、かなし事業構築が単一文書に混在している、例など、様々な要例が、一貫性なく存在しており、 何が正式名称か判然としないため、項目名としては、最小共通部分である14歳の挑戦を暫定的に用いた。ありがとうございます。